鳥の仕業かな、カラスかな、カワカ言うとるから。ほらいっぱい落ちとるかね。これはカラスぐらい、スズメではちょっと落とされんやろうから。どうでございましたか。こっちかね。こっち行ってるか。第二信号58号本。これは関係ないか。59号本。破壊されましたか。これ。下置いてみるか。おお、第二四号。11号本。ああ、上が15本。これ15本。二段構えでございます。二段構築でございます。ああ、これ入れるのか。うん、入れないね。残念でございますよ。ほら、ここも入れないのかね。第二四群12号本。入りませんか。あの上も破壊されたかな。破壊しましたか。これ横もあるんだけど。これもう埋めてありますな。ああ、残念でございますか。3基あるそうやけどね、ここね。はい、残念でございました。第二四号13号本。見れませんか。これはさっきのやつ同じな感じだね、形状がね。上上がるんですか。おお、これ大きそうよね。14、17号本。おお、これだってどこが入り口だね。こっちが入り口かね。17号本。あそこに14号本があるね。おお、これ奥行きあるね。入ってみよう。高さがなかったから手前はね、全部一緒。土を外す、取ってやね。ここからやね。ここからやってやりますよ。真っ暗でございますね。何も見えないな。奥行きも見えないね。高さも。高さやけど。真っ暗でございました。5号本。第二四群5号本。
これが枕でございますか。ここから7、8メートル。高さは分からないけどね。この上です。3号本が上だよな。ちょっと入れないけど。3号本。ね。3、4、5だね。こっちが4号本かね。4号本。ここも入れんか。残念やな。まだ3月やけど虫だらけやね。夏みたいやもん、この虫の重さは。ほれ、2、5分。ここ石棺があるのかな。石棺も掘ってるのかな、石棺みたいに。まあ、これ初めてね、石棺みたいに見たのは。第二支部56号本どこにあるんですか。56号本分からんね。公開中56号本見なかったけどね。暑いわけよ、本当に暑いね。なんちゃそうやね、今日。はいはい、残りましょうか。高井戸山古墳。あ、これが56号墳っていうのかいね。それは失礼しました。これが56号墳ですか。石室も見えんだけど。どうや、どこから見ろ。さあ見ましょうか。あら、よう見えますわ。残念やね。ね、ウト、ウスゲキ、カブト、ヨロエ、高井戸古墳の出土品ね。ああ、ちらっと見えるか。模試と、模試と鏡と、鎧かね。鎧と、すげきと、すげきと、特殊機械。で、こっちは開いてたんやね。これはこれだけ広いことは、天井石はどうやったんやろね。どうしたんやろか。あら、大きな石が、大きな石がいるぞ、これね。56号墳でこのことでございましたか。あの巻き方がなんかこう見えたけどな、ここからチラチラね。全然見えんがね。あ、ここは見えるのか。これとあそこにね、水域がちょっとこう見たら硬そうだよね。はい、ありがとうございました。なあ、通ってるからおそらく見たいやろ。分かってないだけやろ。さて、横穴かこれ。違うか。ちゃうな、修復などかね。土のう積んであるけど、これどうやねん。これやる予定やったんかね。はい、ありがとうございました。高井戸横穴でございました。
高枝古墳56古墳も見ましたけどね。はい、ありがとうございました。